ポップです。久しぶりの動画になります。皆さんお元気でしょうか。先月初めにようやく我々のファーストシングル Do You Believe in Magic が発売されました。思えば今年の3月6日かですね、月日が経ちましていろいろありましてですね、その間も音源取ったりミーティングしたりいろんなことをしてたんですけど、こだわりのあまり、こだわったあまりました、渾身の作品、そうそうそう、この期間にちょっとなってしまったことをお詫び申し上げますすいません、お待たせしましたというわけでですね、その Do You Believe in Magic、この度その曲に合わせて TikTok のちょっと振り付けをね、まあ、この際なので作ってみようということで作ったんです。皆さんもチェックしてくれてます？チェックしてくれてましたか？うん、あの私のね Twitter とか彼女の Twitter にお知らせをね流してるんですけど、はい、そのまあ振り付けをしてくれたのが私の実の娘こぐま、こぐまちゃん、こぐま、通称こぐまね、熊の子だからコグマ、そう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 、コグマが、まあ、バチバチの TikTok 世代なので作ってくれたんですよね。それをちょっと私がまあ覚えて、でちょっと2人で合わせて、実は TikTok も上げてる動画があるんですけども、でその動画を、ケイティさんに送り、これで練習してっていうことをね、はい、やってもらった結果、はい、私の方はちょっとあのお母さんのお腹の中にダンスのスキルを忘れてしまいまして、あのダンスはちょっと生まれてこなかった、うまくできたことがなく全く持って覚えられず、であのどうかなみたいなこう連絡来ても、あっ、ちょっとできないですみたいな感じになってしまい、まあ、忙しいっていうのかね、先生をお呼びして今日はダンスの先生としてあのマリ先生にこうレクチャー動画みたいな、まあそうですね、うん、あのちょっとね私も若干むずないって言ったんですよ、娘にちょっとむずきついんだよなこれって言ってた、はい、でまあでも今の若い子たちも結構ねむずいのやってるしいけるから、 Z 世代はいけるけどちょっと違うんですねこれがまた慣れが必要だということで、今日はちょっとあのゆっくりとねあのレクチャーをしますという動画を撮りたいと、よろしくどうぞ。はい、やっていきます。よろしくお願いします。いきます。はい。うん、あな。え、うん、あな。そうそう。うん、あなたに。うわ。多分そう。むずい。あなたに出会えた奇跡なんで。うん、あな。え、うん、あなたにで。まずいから、お分かりいただけましたか？もうよく分かった、ここ分かりとりあえずやりましょう。
ったんです。それで任せろ。はい、はい、大丈夫、初心者でもいけますか。大丈夫です、はい、いや、うん、あなたにいきなり立ってんだからね。まずは刺して、まずは刺して、まずは刺して、そう、あなた、あなたよ、あなた、あなた、あ、そういうことね、あなた、最初から立ってた。あなたに、で、この人たちはこの人が出会います、それが奇跡です、と、はい、あ、うん、あー、すごいなうん、あなたに出会えた奇跡、素晴らしい。で、うん、あなたに出会えた奇跡、いいな、いいな。そしたら、Do you believe? いやいや、Do you believe in magic? だから、この後に、右手、あなたの右手で、ぐんぐんと。Do you believe in magic? そしたら、こっちの手で、クリンクリンと。ここから結構4つカウントでしっかり入るから、あの、後ろのドン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 に合わせる。真ん中を。大丈夫。落ち着きはできるからね、大丈夫だからね。はい。いいよ。はい、ドゥパチンしまして、そしたら、Do you believe in magic? くるんくるん、そう、ワン、ツー、スリー、フォー。そしたら、ファイブ、そう、右手、シックス。で、右側に、セブン、エイト。そう、これは一個一個、ワン、ツー、スリー、フォーのカウントで、一個一個はめていくだけ。戻っていくよ。はい、セブン、エイト、Do you be?ビービンマジクルンクルン、きっと君の夢は叶う、ほら、そう、あんな映ってる、大丈夫、映ってる。 Do you believe in magic? クルン、きっと君の夢が叶う、そう、君の夢が何です、こういう名のカブーン、ほら、したら次何するんだっけ、口に出してマジックですよね、だから口に出すんですよ。ここむずいんです、ここ、ここ、ここからこうがちょっとね、で、目は叶う、ほら、ペパちゃんね、口に出して忙しい。どうなの、ここは結構ね、おってなるところだから、ここは確かに難しい。なので、一個一個で、ここは、Do you be believing magic? きっと君の夢が叶う。ほら、口に出して、で、マジック。マジック。マジック。そう。そう、右左。あれね、左に、左、左に、そうそう、左に、え、え、左右やな、ちょっと待って、ほら、こっち、にだし、して、で、まじ、まじ、したら、手と反対の肩、手と反対の方の肩をポンポンして、そう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 、ポンポン。で、これがこの要はラーディーです。です。うん。可愛い顔してもダメ。ここからいくよ。せーの、Do you believe in magic?きっと君の夢が叶う。ほら。口に出してマジック、マジック、イエイイエイ、そう、そしたらこの要はラビリンス、ラビリンス、そうそうそう、ラビリンス、ラビリンス、そう、この後よ、この後だね、頭の方のやつ忘れちゃいます。
さまた見てあ映画見て聞く指折りマジ金が引っ込み夢は叶うほら口に出してですマジマジイエイと要はラビリンスおおいけてるすごいいけてるよラビリンスそしたら不思議でいっぱいここが一番の多分味噌だと思われます不思議こいつを迷宮入りしましたこいつをアーゴニオ、うん、で肘と肘と顎3点をなんかこんなトントントンみたいなボンボンボンこれ右左から右かわいいなって思ったけどできないボンかそうトントントンそうそうそう迷宮入りした後に顎乗せてコンコンコンそうそうここが一番多分大変なところ、うん、忙しいラビリンス不思議でいっぱい、はい、そうそうそうでその後も忙しい忙しいフラッシュフラッシュの一瞬があるからねあそかフラッシュのそうそうそのこの辺なんかすごいそう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 忙しかったよけじゃん右でいっぱい右手あ、左手が上右手が下ですこれね、で、最初この状態で、フラッシュを焚くようにうっぱっぱあー、そういうことなんだそういうことだったなんか、すごい忙しいじゃんそうそう意味が込められてるんですねそうなんです、フラッシュ一瞬逃さないでよこっちねこっちね逃さないでよ逃さないでよよそう、うん、フラッシュのような一瞬フラッシュのような一瞬逃さないでよあとちょっとあ指と同じ方向に傾けてくる。あ、体、うん、体と顔。顔ね。そうそう、首、首をトントン。そしたら、この手を胸で、もう一つの方も胸。肩で、キュッ。そしたら、くるくるり。で、左をちょっと上にして、こいつを、ここの軸に合わせてギター弾きます。あーやってた最後ちゃんちゃん。そう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 。もうそんなとこまで追いつけませんから、ね。最後だけちゃんちゃんちゃん。そうそう。これギターなの、はい、キュインキュインに。うんうんうん、いや本当すごいなとは思ってたんですよ。難しいことやるのね。難しいんです。だとでもでも思えば。そうそう引き出すとわかる。意味が全部。ちゃんとそうなんですしてたそうなんですよフラッシュとかあーすごい一瞬とか振り付け逃すなよとかねすごいすごいそう日本語ってさそうやってこうここで食べれるじゃんだから多分 TikTok とかみんなね楽しいってことはやりやすいそうなんでねいけそうですいけますかいけそうですもう一回いきますはい初めからいくよいきます、はい、せーのうん、あいきなり間違えた立てたな立てた指を立てたな指はあなたですさしてさしてそう、せーの、はい、マジックビョンビョンザスあれビョンビョン逆だったのこうしたらこっちに向かってこっちかそう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 こっちでやっちゃうなそうだね右利きですもんねそうなんだよ新芽だもんなごめんごめんまあまあいけるいけるもうもうもういけるやんまあまあいけるうんまあまあいけるまあまあいきますこれからちょっとまたさらに特訓しますやれよみで急にあなたに出会えた奇跡という意味で あなたに出会えた奇跡という意味で
ビューの方でも言ってた、君も一緒に、あ、なかったか、ピン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 なかった、ごめん、そこは私、歌詞を飛ばしてた、ごめん。そう、流れで言ったら出てきた。そう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 です。君も一緒、君も一緒、君も一緒は両手でいいです。君も一緒にビリビリマジキャピョンピョン、そうそうそう。せーの、歌詞リッチ、ミラダダズダダダダダ、はい、パンパン、ぐるぐる、トントン、みんなに口口に出して、マジックマジック、ラビリンス、不思議ですね、はい、フラッシュのような一瞬、逃さないでよ、もう一緒に、 Do you believe in マジック、パンパン。というわけでですね、あれから2人でなんだかんだ練習をしまして、なんとか TikTok は撮り終えました。でその後にね、2人で、まあ、感想を言ったりだとか、今日のまとめみたいなものをね、あの撮ろうと思ってたんですけど、あの TikTok をねもう撮って満足しちゃったもんですから、そのままね解散をしてしまうという失態を犯しましたので、後ほどね個別に、こうしてエンディングを撮っております。結論から言うと、しっかり、一つずつ練習をすれば理解をすることができですね、ちゃんと彼女も立派にビリマジを踊ることができましたと、はい、一
一つずつ、慌てず丁寧にね覚えていけば、ダンスは誰でもできますので、まあ、気長に、挑戦していただければ嬉しいなと思います。今回の動画はですね、まあ、お互いシンメトリーの動きになってますので向かい合った方法を取りましたけれども、皆さんが見る場合はですね、画面をこう見ながら、それぞれ覚えたい人の向きと同じ向きでね動画を見ながら、練習していただけると分かりやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。さあというわけでその気になる TikTok の内容どうなったんでしょうか。皆さんに今から見ていただきたいと思います。ではではどうぞ。私のドドドド初心者の、 ダンスを見ればあこういう感じでやっていけばいいのねってことが分かっていただけるかと思いますのでぜひぜひチャレンジしてみてください。この短い動画をこう達成することによって達成感、短い努力で達成感も感じられますし私はすごいチャレンジしてよかったなと思っております。TikTok 上げてみてください。